はい、皆さんこんにちは。アルティメイトドラムテクニックナビゲーターの松尾博史です。長きにわたりですね、執筆させていただいておりました、このセミナーもですね、今回でね、一旦最終回ということになります。これまでね、数多くのテクニックや、アイデアをね、レクチャーさせていただきましたけども、いかがでしたでしょうか。まあ、今回ね、ラスト回ということで、まあ、あえてね、シンプルに、キック、スネア、ハイハットの3点で、プレイできるアイディアに限定してご紹介してみたいと思います。キック、スネア、そしてハイハットっていうのはですね、まあ、言うまでもないですけども、ドラムセットにおける、重要な役割を果たす、パーツですよね。キックはですね、ビートの基礎となる、人間で言えば心臓のような役割を果たし、同じくね、スネアドラムも、キックと並んで、まあ、ビートにおけるリズムの中核をね、形成します。ハイハットに関して言えば、オープンクローズサウンドはもちろんですね、叩き方によって様々なこう幅広いね、表現のバリエーションを、作り出すことができます。もちろんね、ドラムセットっていうのは、キック、スネア、ハットの3点の他にですね、タムやシンバルなどをね、絡めることによって、より多くのね、表現、世界観をね、生み出すことが可能なんですけども、まあ、今回はね、あえて3点に絞ることによって、まあ、少ない点数であるがゆえの、奥深さ、みたいなものをね、改めて追求できればなと思います。